富士弦株式会社は、長野県松本市平田東に本社を置く楽器、製造メーカー。旧社名は、富士弦楽器製造。富士弦のオリジナルブランドの一つである、FGN 富士弦製造のアイボメズ JEM を演奏するスティーブ・バイ、FGN ギターズにおける自社ブランドの弦楽器の、 他オルゴールや和太鼓などの製作、アイバニーズ、G&L ミュージカルプロダクツの製品や、大手メーカーの OEM 生産、日本流通分のギブソン製品の検品も行っている。エレキギターの生産本数は1日120から130本であり、そのうちの約90%がアイバニーズなどの OEM 製造、残り10%が自社ブランドである。 バブル期には1日500本を生産していた。オンラインショップで自社ブランドのオーダーや販売を行う以外に、東京、池袋と大官山に直営店の士原カスタムハウスを構え、修理などのユーザーサポートのほかオーダーメイドの受注にも幅広く対応している。また、木材加工の分野では、加工技術を応用したそば打ち道具や、主にトヨタ自動車、 レクサス向けウッドインパネ等の木製内装材を製作している。現在はこちらの業務の売上高が社内でのシェアの大半を占めている。大阪や商事の社長であった三村豊が、かが1960年5月に鈴木バイオリンの子会社を買収。中学の同級生であった横内雄一郎と共に共同出資で不次元楽器製造を創業した。 創業当初は、クラシックギターが中心であったが、1960年代後半からは、星野楽器のアイバニーズやカンダ会のグレコといった、ブランドで、ギブソンやフェンダーなどのコピー製品の下請け製造するのが、主体に切り替えていった。その他では1978年にローランドと、合弁で、富士ローランドを設立し、ギターシンセサイザーの発売に携わっている。 1977年、ギブソン社が偽造品を製造していた日本の楽器メーカーに対して一斉に訴訟を起こし、藤元も著作権侵害で15億円の損害賠償請求の訴訟を起こされる。しかし、藤元側は合法的に国内でコピー品を製造するために、日本国内におけるギブソン等のメーカーの商標を無断取得していたため、ギブソン側が劣勢となり、 商標権をすべて引き渡すことで和解に成功する。ただ、このことをきっかけに、日本国内ではモラルが問われるようになり、アイバニーズやグレコなどでは、デザインの一新が行われ、神田商会やヤマハなどと共同でコピー品の自粛呼びかけ広告を出されるなどした。アイバニーズでは、以降のオリジナルモデルへの分岐点となり、現在では、訴訟以前の製品は、 アイボネズ・ロースートと呼ばれている。アメリカ国内では、ジョン・スコフィールドなどはこれらのロゴを消すなどして、使用していた。なお、ギブソンとは1988年に和解し、日本国内のコピー品対策のブランドとして、オービル・バイ・ギブソンやエピフォンのインペリアルシリーズを設立している。ギブソンなどと同様に、日本国内の偽造品問題を抱えていたフェンダーは、 新たな対策として偽造品の製造会社に正規品を下請け発注する計画を発案した。それに際し、ギブソン訴訟以降は合法的なブランド品販売を模索していた、神田商会と藤源との利害が一致し、1982年から、フェンダーの子会社、株式会社フェンダージャパンをフェンダー、藤源楽器製造、神田商会 山野楽器の共同出資で設立。フェンダーの日本、アジア向け製品として、フェンダージャパン、スクワイアブランドの品を製造することとなった。これらの OEM 製造などで1983年には、世界一のギター出荷量となったほか、1985年に CBS がフェンダーをビル・シュルツに売却した際、工場拠点を失ったフェンダー社から、 技術支援を求められ、アメリカに杉本真などをはじめとする技術支援チームを送り工場新設を支援した。この工場の建設から完全な稼働体制が整うまでの1984年から1987年の間、不次元の OEM によるフェンダーブランドのギターやベースがアメリカ国内で多く流通された。1986年、 フェンダーと不次元の共同開発の新ギターブランドとしてハートフィールドを設立。フェンダー側からはジョン・ページといったフェンダーカスタムショップのメンバーも参加し現在のオリジナルブランドで扱っているエランなどもこの時にデザインされた。1987年フェンダーとの技術協力や アイバニーズの製品開発拠点としてアメリカ支社の R&D ギターインクを設立する。また同年にフェンダーとそれぞれ4800万円の共同出資を行いフェンダーメキシコ社を創業。1989年に富士原株式会社に改名する。1991年に塗装を専門に行う工場として 不次元広岡株式会社を設立。1990年代になると新興国の企業に下請け製造のシェアを奪われるようになり、日本の景気悪化と向上など、設備投資などが重なり多大な負債を抱え始め、1993年には、ハートフィールド社の倒産、エピフォンのインペリアルシリーズ製造中止など、製造ラインの縮小化が行われる。 1997年には、フェンダーメキシコとフェンダージャパンの株式を売却し、フェンダージャパンとオービルバイ・ギブソンは解散することとなった。2000年代から、トヨタ自動車のウッドパネルの下請けを開始したほか、自社ブランドの流通拠点として2001年に、池袋へ、不次元カスタムハウスを開設する。2002年からは、エピフォンにおけるギブソンモデルラインの上位グレード。 エリートシリーズの製造を担当し、2008年まで継続された。2002年にサークルフレッティングシステムを開発。フレットのカーブに沿って、非直線の円弧状フレットを備えることで、すべての弦がフレットと直行し、スペック値と同じ距離でフレットを置くことができる。ありがとうございます。